もう間もなくキックオフの時刻を迎えます。今日もスタジアムには注目の一戦を見届けるため大勢のサポーターが続々と詰めかけました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはプレミアリーグの一戦、ベガルタ仙台がレスターシティと戦います。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。本日のホームチームはどう見ますか？このチームは今シーズン開幕から連勝を決めています。リーグでも注意に位置すると期待されるチームにとって最高の滑り出しですね。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。こちらがレスターシティの先発メンバーです。今日はウイングを置く一般的な 4-3-3 です。中盤の技術がポイントになりますね。いよいよキックオフですね。サポーターと一緒に試合を楽しみましょう。この試合、勝負を分けるのはどんな部分でしょうか？積極性ですかね。点を取りに行く姿勢をどちらが見せるか期待したいと思います。試合開始です。相手ボールになりました。レスターサイドをつけそうです。クロスを出せるか。さあどうだ。サポートを使えそうです。ジェイミー・バーディー何かしてきそうですが、ここで網にかかる。相手ボールになります。何を狙うのか。サイドから勝負に行くか。コーナーに逃れます。サポーターが盛り上がってきました。相手が強いとこういったコーナーはなかなかもらえませんからね。コーナーからエリア内へ。このプレーはチャンスにつながりません。ここから狙うのか。1点リードにできるか。ここはしっかり決めてきました。リードしたとはいえ1点差です。試合を優位に進めるためにこの後も守りに回らないようにしたいですね。マークがついていましたが、しっかりシュートを決めましたね。何度見ても素晴らしいゴールです。別の角度からご覧ください。素晴らしい読みでインターセプトしました。何をしてくるのか。
スルーパスが味方に通る。さあどうする。決定的に見えた場面はオフサイド。タッチラインを割りました。スローインです。これは見事なインターセプト。スペースへのボール、ここからどうするのか。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。ヘッドから得点が生まれました。ええ、パワーがある選手ですね。コースも最高でした。別のアングルからご覧ください。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。デニス・プラート、アジョセ・ペレス、ボールを失った。カットしました。ここはどうするでしょうか。いい位置です。キーパーが軽く抑えました。ここはまずクリアでしょうか。このパスは簡単にカットされました。サポートを使うか。ディフェンスをかわした。インターセプトでチームを救いました。レスターサイドをつけそうです。ボールを失いました。ボールは相手に渡ります。チャンスにできるか。長澤俊、見事に止めました。スーパーセーブです。さあボールを蹴った。イサック・クエンカ、狙える位置です。ゴールキックになります。バーディーがうまく試合に入れていません。この選手ぐらいのレベルでしたらもっと活躍してほしいですよね。チームの苦しい状況を象徴しています。ほとんどゴールを脅かせていません。シュートを打たなければ絶対に同点には追いつけませんよ。これは見事なインターセプト。バーンズ、ジェイミー・バーディー、あっとかわしました。いいカットです。ボールを奪いました。相手ボールになります。な、ここはシュートチャンス。ここは大きく蹴り出しました。ピンチを免れました。前半が終了しました。スコアは2対0、2点のリードでハーフタイムを迎えます。試合開始です。ここから狙うのか。ここはし、後半開始のホイッスル。レスターシティのキックオフです。
これは相手にパスしてしまいました。絶妙なパス、イサック・クエンカシュート、ここは枠を捉えきれません。格上のチーム相手にここまでよくリードしてきましたね。はい、この時間ですから焦ることなく今のプレーを続けていけるかが勝利へのポイントですね。ボールは外に出ました。スローインです。ジョルジクロスを狙ってきますか。ドリブルでボールを持ち出しています。いいタックルだ。ボールをキープしました。中には入れさせない。この選手ですが前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ゴールも決めていますし調子が良さそうですね。このまま後半もいけるかどうかがポイントでしょうか。 EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、ベガルタ仙台が次に対戦するのはチェルシーです。どちらも相手にとって不足はないですね。見逃せないゲームになるでしょう。前に進んでいます。スペースへのボール、ゴールです。ゴールゴール。今日の試合は圧倒していました。得点差もさらに広がります。完全に優勢ですし力の差が見て分かりますね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。オニネ・ディディ、ユーリ・ティーレマンス、デニス・プラート、ここから狙うのか。絶好のシュートチャンス、ビッグチャンスだ。あっと1対1の場面でしたが決めきれません。明らかな決定機だっただけに力が入りすぎたんでしょうかね。選手交代があるようです。相手ボールになりました。いいところを見ていました。何かしてきそうですがシュートはディフェンスに当たりました。スポーツ系のウェブサイトでニュースが流れています。レアルマドリードが新しい選手を獲得すると噂になっていましたがやっと確定したようですね。はい、この移籍でチーム力をアップしますよ。デビュー戦が楽しみです。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。いい位置です。ドリブルで崩します。ブロックした選手はシュートコースを読んでいたんでしょうか。慌てず慎重にプレーしたい。イサック・クエンカ、いやーこれはちょっと、やってしまった感がありますか。罰が悪そうにしてますからね。選手もしまったと思ってるんじゃないですかね。デニス・プラート、ここはうまくボールを取りました。ユーリ・ティーレマンス、相手ボールになります。さあ崩してきた。ゴール決まりました。まさに交代した直後のゴール、
いきなり監督の采配が当たりました。これは嬉しいでしょうね。このゴールでさらに勝利に近づきました。完璧な試合運びですね。相手を終始圧倒しています。別の角度からご覧ください。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。試合は現在4対0、残り時間もわずかとなり、そろそろチームの次の試合が気になりますね。はい、ベガルタ仙台の次節はチェルシーです。この試合はよく戦って勝利が見えてきています。満足できる内容と言えるでしょう。次のゲームも楽しみですね。これはここでシュート。強度シングル。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。試合終了のホイッスルが3度鳴り響きました。ゲーム終了です。試合は終了していますが、ちょっと一方的な内容でしたね。ええ、勝負はもうずっと前に終わっていました。勝負が見えても手を抜かずにプレーを続けた結果が